西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。6月18日火曜日になりました。おはようございます。西戸明子です。今朝のテーマは、私たちって一体何にお金を払っているんだろうです。と言いますのも、先日こんなニュースがありました。クリスチャン・ディオールのブランドバッグ、中国の下請け業者さんの労働搾取を通じて作られていますよということなんです。どういうことかというと、ディオールのバッグを作る下請け業者さん4箇所で、調査が行われたらしいんですけれどもね、生産ラインを24時間稼働したいと、とにかく早くたくさん作りたいということで、労働者の方が作業場で寝ていたり、徹夜勤務、休日勤務の長時間労働、さらには作業速度を高めるために、早く作るために機械から安全装置を取り除いたりしていたということなんですね。さあ、そうやって作られたバッグの原価は53ユーロ、日本円にするとおよそ9000円ぐらいです。これが業者さんに支払われる金額ということですね。はい、じゃあこのバッグが店頭ではいくらぐらいで売られているのかというと、原価のおよそ49倍、2600ユーロ、43万円ということで、9000円で作られたバッグが43万円で売られているというわけです。はい、42万1000円はどこに行くのかというね、ことになりますよね。私たちは一体何にお金を払っているんだろうかと、これ原価率という、ことで計算してみましたら 2% でした。だから2円で作られたものが100円で売られているというわけですね。残りの98円どないなっとんねんというわけです。はい、でこのニュースをですね、私見まして、思い出したのが、そういえば化粧品も原価率ってすごい低いんだよな、そんなこと聞いたことあるなと思って、ネットで調べてみましたらね、化粧水が1円から2円、口紅は5円から10円、あ、10円だって、10円ということでございました。はい、これもね、原価率ちょっと計算してみたんですけれども、容器代の方が高いと言われてましてね、仮に容器を100円としますよ。で、口紅のその成分、紅の分が10円。で、原価じゃあ、販売価格3000円とすると、3.6%。はい。先ほどのディオールのバッグ 2% ということで、そんなに変わらないよなという感じはしますが、皆さんどうでしょうかね。はい、しかし、資生堂とかポーラーとかね、化粧品会社さん、日本の10社の決算表の数値というのが、これもまたネットに出ていまして、原価率見ましたら、20% から 30% ということにはなってましたね。これが一体こう、実際に何の金額なのかっていうのは分かりませんけれども、じゃあ残りのお金どないなってんのよというとですね、販管費と言われる、いわゆる広告費、それから販売するお店の家賃とかね、水道代とか電気代とか、そういう販管費と言われるもの、これはやっぱり化粧品会社結構高かったですね。多いところだと 70% を超えていました。これちなみに全然違う商品で、トヨタとか車だとどうなんだろうと、トヨタは原価率が8割ぐらいなんですね。で、この販管費って言われるものが 12.4%、 だから割合が全然違うんですよね。消費者の感覚としては、なんとなく原価が8割かかっているものを買ってる方が納得感はありますよね。これ作るのに、原価 2% とか 3% なのっていうのは、何に払ってるんだっていう感じがしませんか。どうでしょう、皆さん、このニュースどんな風に受け止められますか。もちろんね、化粧品であれば、研究費とか、それから
バッグ、ファッションブランドであればデザイン費とかね、その いろんな費用もかかっているとは思うんですよね。単にバッグを作るだけのその原価って言われる今回の53ユーロはデザイン費用とかは含まれてない、含まれてませんね、はい、だって下請け業者さんに払われるお金ですからね、うん、なのでその見えていない部分はたくさんあるわけなんですが、大切なこと、ここで大切なことは、これ買う人がいなかったら売れないってことなんですよね。すごい当たり前のことを言いましたけれども、これじゃあクリスチャン・デュオールのバッグってね、原価 2% なの、じゃあ買うのやめようって言って全員が買うのやめたらこれもう存続できないわけですよね。じゃあなんでそれでも存続できているのかっていうと、消費者がそこに価値を見出しているからですね。9000円で作られているバッグだけれども、いや自分にとってはこれは43万円の価値がある、そう思うからお金を払うわけですよね。そしてブランド側はそうやって価値があるって思ってもらえるようなブランディング、広告戦略というものを行っていくわけですね。はい、という現実を知った時に、さあ我々は一消費者としてどうしたいんだろう、自分は何にお金を払いたいんだろう、これまでってお金をどれだけ持ってるかっていうことにすごく価値が置かれてたと思うんですけれども、これからはお金をどう使っているかっていうことにも、あのみんながね、もうすでにそこを重要だなっていうふうに思い始めてますよね。どんどんそうなっていくんじゃないかなと思います。投資ってその会社を応援することだと思うんですよね。そういういわゆる株を買うとかっていう投資をしてないとしても、どこで買うのか、その我々の購買活動というものはその企業に投資することに、応援することになってるんじゃないかと思います。さて今朝は我々一人一人の消費者が何に価値を見出すのかという、そのお金の使い方が問われているなと感じたニュースをご紹介させていただきました。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。